衝族着用の図より、随身の図。衝族着用の図より、ご随身の図。随身とは、平安時代以降、貴族の外出時に、警護のために随従した、この F の官人、両下官。随身とは、左右この F の舎人、すなわち、焦燥、不正、番長、この絵などで、上皇、法皇、摂政、関白をはじめ、この F の大将、中将、 少々や F、表への長官や時間などに付き従い、その敬語するものである。当初は F の交換の敬語という F の官人として本来の職務だったが、時代が下ると、特に石官に対しては特別の直教を持って調される一種の優遇と化していき、この例が他の貴族階級にまで広がり発展していった。また、石官の随身にはさらに別直を持って、 実践で使うための表情、つまり弓や矢などの武器を合わせて賜ったことから、表情は次第に随身の別表現として定着していった。高代になると体験や技術者などと同様に、随身、表情は一つのセットとして、石棺をはじめとする平等の剣嘩に対して調される特権の一つとなった。上皇の随身は特にご随身と損傷した。 また、中小小や絵門の、京餌など、本府随心の他に飯使うものを小随心、この絵布に属さないで個人が飯出すものを三条随心と、言った。石棺の随心は、変遷を経た後、藤原頼道以後、左右この絵布星、各一、この絵角四、計十人が定着した。一方上皇の随心は、須作、遠友両上皇の場合、左右この絵番長各一、 この絵角4、計10人だが、後には左右、この絵正とも、区政、番長角1、この絵角4、計14人を定員とした。その他、大臣大将は8人、大納言大将6人、中納言中将から、少将は F 長1に小随身にまたは4だった。随身は朝廷に属する官民だったが、職務の性質上彼らが警護を担当とする。 お本の人的関係が緊密であり、その関係が私的で、主従的なものへと転化しがちだった。その傾向は、石関政治から陰性化において強まり、随身は石関化や陰の家人と化すようになり、これに伴って世襲化も進んだ。この時代に、随身の家柄は、下付けの、旗、中富のなどの数子に固定するようになり、この絵から事実上独立した存在となった。 さらに陰世紀においては、陰氏の一部として、陰の火星をも担当するようになった。日本の神道において、神を守る者として安置される随身姿の像の、ことも、随身と言い,い、この場合は、神ながらとも書かれる。門守り神、監督長、矢大臣、左大臣とも言う。神社の門のうち、門の左右に随身を安置した門のことを、随身門と呼ぶこともある。 ありがとうございます。